ゆっくりの、怖ーい話。やべえ、変な塔見える。2チャンネル、ビップ、そこは常日頃からくだらないスレが乱立する掲示板。その日もまたネタスレが立ちました。やべえ、変な塔見える。ちょっと写メ撮ってくる。塔が見えるらしいです。幻覚でしょうか。そんな塔なかったわ。なんだなかったんだ。あるよ、私見たもん。本当かよ。誰一人まともに相手しませんね。魔界から届いたもろくの尻尾じゃね。体の力入らなくなるよ。その塔の近くは通っちゃダメだよ。ぶっしゃり塔じゃね。ただいま一は生死の狭間をさまよっております。死にかけながらも2チャンネルに書き込みとはビッパーの鏡ですね。お前らうまいこと言おうとしなくていいから、ちょっと待ってて。どうやら1には本当に何か見えるようです。見える？残念ですが画像が見つかりませんでした。しかし他のチャンネルでこの話をまとめているところがあり、そのチャンネルでは画像が載っていました。私の無能さをぜひ嘲笑ってやってください。この画像に対して住人たちは、かすかに見えるな、すげえ、これって何よ、これは気になる。どうやら本当に塔っぽいものが映っているようです。あれだ、デジタルワールドにいっぱい立ってたやつ。1、とりあえず行ってみろ、それ俺の嫁。すげえのと結婚しましたね。ちょっと傾いてるよな。てか空なんで緑色なんだよ、お前のカメラどんだけ画素数しょぼいんだよ。うるせえ、42CA をバカにするなー。どうやらこのガラケーで撮っているようです。1はどこに住んでんだ、大体でいいから、大体で。マジで何これ、ちなみに住んでると神奈川、ランドマークは見えないところ、どうしよう、怖え。俺も神奈川住んでるけど雨で何も見えないぜ。1神奈川のどこだ、横浜、くどいようだけどランドマークタワーじゃないマジで。この時神奈川では何が起きていたのでしょうか。ニューヨーク、ロンドン、パリにも現れたらしいぞ。世界の終わりですね。というか、雨降ってるのになんで見えるのかわかんねえ、本当に怖え。人生つまんねえしその塔に向かいたいな。非現実的なことに憧れる中二病が出てきた。ちょ、地球を渡の日が来るんじゃね。撮影は午後9時半頃か、今も見えてんの。すでに深夜12時を回っています。写真を撮ってから数時間後にすれ立てしたようですね。かすかに見える程度までになっちまってる。マジレスすると、海上自衛隊の第3護衛隊軍に配備する新しい 16DDH の訓練。海方面じゃねえんだわ。パチンコ屋のでかいライトじゃねえの、二つが平行に光ってて間が暗く見えるっていう。そんなの今まで見たことねえし、それに近所にパチンコ屋なんてねえ。畜生、行ってみたいのに、行ける距離にやるなら見に行けよもったいない。今来た、今しか登るチャンスはないぞ、急げ一。一を特攻させようとする住人たち。急いで一郎を召喚するんだ。一郎をなんだと思ってんだこいつ。とりあえず、神奈川県横浜市、海方面じゃない、パチンコ屋のバックライトとかでもない、雨降ってるのに見えた、ランドマークでもない、もしそうなら影じゃなく赤いライトも見えるはず、それに加えて、ここからじゃランドマーク見えない。消える前に突撃するんだ。1、おい1はさっさと出かける準備して突してこいよ、激しく同意。1に突を求める住人が増えますが1はこれらを華麗にスルー。自称自然現象に詳しい俺が出した結論。ワンピースの空島編の時にあったルフィがでっかく空に、ってあれだよ。ってことは空に何かしら棒状のものが浮いてるってことですかね。ちょ、お前ら最初はうまいこと言おうとしてたのになんだこれ。つか、マジで怖いんだけどどうすりゃいい。本当に大地震の前兆、12秒の世界。できることなんて突するか家で震えてるかの二択ですよ。横浜市民は突しろよ。突したら戻ってこられなくなる気がする。とりあえず1は突撃しなくていいから、マジでもっと細かい場所教えてくれよ。行ける範囲なら即突してやるから、するならうまく情報出せよ。場所を教えろと言われますが1はこれを華麗にスルー。いやこれ無視しちゃうと釣り扱いされますよ。まだ見えてるのか、もう消えかかってる感じ、肉眼で見るのがきつい。って、お前ら盛り上がるのはいいけど本当になんだこれ。とりあえず何枚も送れよ。俺たちは間違いなく1に釣られてる。このスレは何をしたいの、マジで消えないうちにもう1枚くらい落としてくれよ。などと住人たちが書き込んでいると。ちょ、やべえ。1が意味深なことを書いて注目を集めようとします。それに乗っかってあげる優しい住人たち。とりあえずつなぎのためにヤバいと言っている1も S、見に行けばいいじゃん、異世界に行けるかもしれないし。お前ら、本当に釣りでもなんでもないんだ。じゃあ何がヤバいのか早く教えろよ。何がやべえんだよ、っていうか何がヤバいんだよ。住人たちもイラつき始めています。塔消えた、暗すぎてわかんねえ。あ、消えちゃった、あれ本当に何だったんだろう、なんで突しなかったんだよ、おやすみ、はいはい釣りをつ。もう飽きられていませんかね。いや、お前らの中で何人かは釣りだと思ってるかもしれないけどガチで出てきたんだこの塔、編集とかそんなん絶対してないし、どっかにあるような建造物が映ったからでもないんだ、本当だ、これだけは信じてくれ、ただ、真面目な話にこれは何なんだ。釣りじゃないと言われても突しないし場所すら言わないしでうさんくささ満点です。条文になったら釣りだってバッチャが言ってた。もう知らんがな、雨に投影されたどっかのビルですか、じゃあ何区か言えよ、言わないから信憑性薄い、信じるからお前は何区在住か早く言えやこのカスが、残念だな、そこに行ってればルイズがいる世界とかナガトがいる世界とかに行けたかもしれないのに、最後の人に次元に行きたすぎですね。
南区。ここで1がとうとう現場を教えてくれました。でも塔がすでに消えてたら意味なくね。なんか閉まらねえけど寝るわ。1以外みんなおつ。釣り確定。マジでああいう建物近くにないのか。釣りなら釣りって早く言えよ。本物の釣りってのはやってる最中に、釣りじゃない、なんて言わないもんだろ。だがここの1と来たら。いや、釣り釣りうるせえよマジで。釣りじゃねえんだから仕方ねえだろ。だいたい、俺だってこれ何か知りてえよ。なんなんだよこれ近所にでかい建造物なんてないし、ランドマークだって近くじゃねえし。で結局なんだったの。釣れた釣れた。みんな俺が書いた嘘の現象に騙されやがって。だから突してやるつってんのになんでもっと細かい場所教えないわけ。これじゃ釣りだと思われても仕方ないって。釣れた、とかいうオチならいらないから。南区だって言ってんだろ。これ以上近くか。もっと細かくって言ってるのに南区しか言わない位置。でも次レスで詳細を書いてくれました。神奈川県横浜市南区、ランドマーク見えない、バカでかい建造物もない、ライトアップされるようなものがない、ライトアップされたと考えて徐々に消えたのはなんで、このスレは怖くなって真相を知りたくなったから建てた、他は、何でもできる限り答えるからこの不気味なものの説明をしてくれ。しかしこの時点で大半の住人は別の話題でキャッキャしてました。誰かがネタ画像を上げたみたいですがその画像もなく、ぶっちゃけ私には何で騒いでるのかよくわかりません。いろんな意味で寝れなくなりました。地震怖え、死にたくねえ。私はただいまからこのスレの画像加工兼画像保存兼まとめサイトを作成したいのですが、ご了承いただけるでしょうか。頼んだ。おいどこにあんだよそのサイト、画像見させてくれや、と思って探したのですが、この後に載ってた URL は死んでいました。ヤフーさんもうちょっと頑張ってください。おい、戦士系のやつ一緒にあの塔行こうぜ。このスレには魔法使いしかいないから無駄だぞ。うぷ少なくね、釣り師お疲れ様です。ちょっと明度とか調整して拡大してみた。いやー、おい、ラスボスがいるぜ。誰？VIP でボスさんを見る日が来るとは。誰かがまたネタ画像で遊んでいるようです。ブロッケン現象か、後ろ側に塔や光源ないか、ない、1はマジで言ってるの。釣り、お前の住んでる南区からどの方向に見えたとか言えって。西北西、最寄りの駅は南太田。こういう情報はもっと早く言うべきでしたね。こうしてスレは線まで行き、終わり、ませんでした。ちょ、横浜あたりに変な塔が。誰かが勝手に2スレ目を作り上がりました。もう何もできないのでいらないでしょ。まとめサイトまだ。まとめサイトが VIP で望まれるという珍しい現象です。1も普通に情報をまとめていました。何のための次スレなの？このレスが表す通りこのスレは何のためのスレかわからず、ただ雑談やネタレスで埋まっていきました。で、結局これ何？自然現象ならそれなりの説明してくださいマジで。釣りとかまだいうやつはもうどうでもいいよねちまえファック。情報をろくに上げないやつが何か言っています。煙突じゃない？もしも煙突ならば光源どこ？つか、さっきから本当に怖いんだぜ。もうこれは現場直行なんだぜ。さっさと行ってこいよ。つか、地震とかほんとマジならやばいだろ。しかもそれが俺の何かがどうのこうのしてでっかく見えた何かだったら俺申し訳ないわ。現場行ってみるしかないか。ここら辺で地震の前兆説が押されていました。ちなみに行くことを匂わせていますが1は最後まで行きませんでした。いやいや、塔のとこまで行けばいいじゃん、なんで行かないの。怖かったんだよバロー、というか、自然現象の何かで説明して俺の不安をぶち壊してくれることを期待してたんだよ。でもなんか話が地震だとかになって、なんか間違ってたら俺最低だし、まあ、突撃しろっつーならするよん。しないんですけどね。つか、俺どうしたらいい？死んだ方が、いやと釣った方がいいと思います。しかし1が何もしないのはすでにバレているのでこのレスに反応はありませんでした。俺寝て大丈夫。寝てる間にぽっくりいかないよな。1がとても構って欲しそうにしている。でも誰も反応しないようだ。というか、もう俺いなくても大丈夫そうだね。地震とかならマジでヤバいから起きたら非常食あたり買っとくわ。寝る前にしつこいようだけど釣りでもなんでもないから。じゃあな、生きてたらまた会おうな。こうして誰にも相手にされない1は消える宣言をしていきました。死ね。てめえが死ね。結局行かないのかよ、釣り確定。なんだよ池釣ったり釣りって言ったり目の前で見てねえ奴は気楽でいいよな。おやあんなもん見たら好奇心より恐怖心の方が勝るんだよ覚えとけ。もうおとなしく寝た方がいいと思いますよ。そしてここで奇妙な疑問を投げる住人がいました。例えばお前らの好きな女の子が事故で脊椎損傷して首から下全く動かなくなって何日も悩んだ末に泣きながら殺してくれと頼まれたらお前らうどんとそばどっちが好き？え、うどんですかね。うどんかそばだって言ってんのに他を答える住人たち、他が許されるなら私は焼肉って答えますね。まあもう寝る、明日帰ってきてまだ何もなかったら今度は突撃してやんよ、おやすみ。なんか影の薄い人が言っています。今日俺の誕生日だからかな。誰かの誕生日だそうです。946おめでとう、どさくさに紛れやがって、おめでとう。誕生日のろうそく代わりにビルから火を吹くよ、おめでとう。最後は946の誕生日を祝ってこのスレは終わりました。なんか最後はハッピーでしたね。いかがでしたか？他のチャンネルで見ると怖い話に見えるのに、私が同じ話をまとめても怖い話にならないのはなぜでしょう。まとめる才能がないのかなと思ってしまいます。
ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。